さてさて皆さん、私、この大豆でね、思うことがあるんですけど、ちょっと言わせていただきたいと思います。大豆は日本の、生産、まあ、農薬をかけてるような大豆は、大体生産高は、自給率は 6% から 7% じゃない。もう本当に有機に至っては 0.5 もないぐらいかもしれません。ですから、豊家大豆っていうのもその 0.5 の中に入ってるんですよ。ですから、圧倒的に自給率がないっていう状態が、今の日本の状態。どこから輸入してるかっていうと、アメリカ1番、2番ブラジル、3番、カナダ。そうすると、こういう国は、大豆は遺伝子組み換えを使って作ってるところがほとんどなんですね。ですから、アメリカでは 90% の大豆が遺伝子組み換えですよ。ブラジルでも 90% の大豆が遺伝子組み換えですよ。そしてね、カナダはまあ 80% の大豆が遺伝子組み換え。残りの 10% を日本人が高く買ってですね、遺伝子組み換えじゃないのをこう高く買って日本に入れてるわけですよ。まあありがたいといえばありがたいんやけども。でもね、問題となるところは、それはポストハーベストって言ってね、まあ大豆を枯らすためにグリフォサートを巻いてる大豆であるっていうことなんですよ。これは困りますよね。それからもう一つこう問題となるところがあるわけですよ。今年の4月にもうね、私たちはその無添加表示しちゃダメよって国からですね、食品無添加不使用表示に関するガイドラインで、厳密に言えば無添加じゃないじゃないかと。まあその、昔ながらのさ、添加物も入れてるっていうね、だから無添加じゃないじゃん、添加してるじゃんって、まあこの中で、要は私たちは化学品を無添加だし、劇物薬物は無添加だし、そういうこと言ってる、抗生物質無添加、そういうこと言ってる、ホルモン剤無添加ってそういうこと言ってるのに関わらず、無添加すると全部入ってないことになっちゃって、だからそれなんかね、ちょっと嫌がらせかなと思うんですよ。なんで結局、無添加は実際に確実に無添加じゃないから、そんなこと言っちゃならないっていうね、食品、添加物不使用表示に対するガイドラインが決められてしまったわけですよ。非常に残念なんですけど、それプラスして今度はですね、政府がこの言ってることは、来年4月ですよ。遺伝子組み換え不使用表示が厳格化、今度は厳格化したんですよ。厳格化するからいいのかなと思うわけですよ。今 0.5 ぐらい入ってても、まあ、今 5% ぐらい入ってても、まあ、購入してても、まあ、遺伝子組み換えでないって言えますよってこう言ってるわけですけども、今度は 0.01% も入ってはいけない。すごい厳格化したわけです。そうなると、遺伝子組み換えでないって言ってた業者、いわゆるそのアメリカから仕入れた遺伝子組み換えを仕入れて、遺伝子組み換えないってパッとレッテル貼ったんだけども、そのラベル貼ってたんだけども、そこで問題となったのは、流通の時に混入するかもしれないじゃないですか。それからこう、選別機入れた後に混入するかもしれないんですか。で 0.01 なんていうパーセンテージにこう、厳格化されてしまうと、遺伝子組み換えでないっていうふうに言えなくなっちゃうわけですよ。そうすると、自分のところで輸入したこのね、大豆とか、そういうものが、きっちり遺伝子組み換えの入ってないっていう確信が持てなくなって、遺伝子組み換えっていうのは使わないからいいってなって、遺伝子組み換えでないってことをやめようという流れになっちゃってるわけです。でも、豊家ではね、もう、その流通でも、それからこう、運ぶことにしても、それからこう、ね、作ることにしても、何にも遺伝子組み換えのを使ってないので、これまで通り、豊家は遺伝子組み換えでないっていうのはやっていきますよ。今、表示義務があるものとして、まあ、そうですね、味噌、豆腐、豆乳、納豆を、それから大豆、もやしかな、こういうものは、まあ、いわゆるその遺伝子組み換えでないっていう表示が、できてるとかやってるわけですね。で、まあ、表示義務がないものっていうのは大豆を使った飼料、いわゆる牛とか豚とか食べる飼料は表示義務がないんです、皆さん。だから遺伝子組み換えのバンバン壊されてるってことなんですよ。そして大豆油、油にはタンパクはないから別に遺伝子組み換えはタンパクでわさするからまあ書かなくていいよね。でも油の中に混入してる可能性はすごく多いですから、遺伝子組み換えでも、そんなことは書く必要ないとなってるわけです。あと一部の商品も書く必要がないわけですよ。こういうことになっちゃってるわけですよ。だからね、あと逃げ道もあるわけですね。主要の重量の4位からは、
いくら遺伝子組み換えのものでもそれは書く必要がない。3位までは書かなきゃいけない。でも4位からは書く必要ないっていう、こういう逃げ道を、まあ、さすが政府さんすごいですね。それ日本ではこのようにね、グリフサートを、まあ、こうね、枯らすためにバンバン巻きましょうねって、こう、こんな宣伝なされてるわけですよ。で、みんな知らないからこう巻く人も多いじゃないかと思いますね。グリフサート危ない。もう、これを取り続けると、癌になるというのはもう、フランスの研究でもすごく分かってますんでね、こんな危ないものを置いてはいけませんね、皆さん。